東京お台場の日本放送キーステーションに全国14局ネットでお送りしておりますタモリの週刊ダイナマイク。この後は東京の流行りものがすべてわかる東京裏筋マップです。ナビゲーターはこの方です。日本放送アナウンサーの総口昭久です。このコーナーの進む道が少しずつはっきりしてきたような気がしております。ストップがかかるまで突っ走ろうと思っておりますので今日もお楽しみに。デパ地下かな。ご期待ください。東京裏筋マップ世にも珍妙な千一夜物語第8話。さてその後シンデレラは王子様と二人で王子駅前の 2DK 風呂なしアパート質素な新婚生活を始めました。王子といえどもこのところの不景気であまりいい暮らしはできないのです。馬車に使ったかぼちゃもネズミももう食べてしまってありません。舞踏会に行くどころか武道狩りにも行けない極貧の生活です。二人は生活のために仕方なく五反田の SM クラブでガラスの靴 SM ショーをすることになりました。さあ王子その醜い体をお客様たちに見てもらいなさい。ピシッオピシッオガラスの靴で踏まれ鞭で叩かれシンデレラの周りをぐるぐる回ってるうちに王子はいつの間にかバターになっていたのでした。そうな王子次回青春怒涛編へ続くかわいそうだ。いやどうさんバターになっちゃった。いやそういう問題じゃない。バターになっちゃったんだこれどうするか。どうするかって、ベト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 になっちゃったていうかなんで旦那にバブブブ暴走族がバリバリじゃなかった。バリバリなんですかあのバディバッタですかあれ。ぬで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 ってんですね。なんですかね。パンにもつけられないんだ。何やられてる。いやあのでも確か正しいですよ。もうなんかねリスナーの方もですねもう全てにエロを求めてるってことがますますはっきりしてきました。さすがに通じゃないかそう思ってる。いやバラさないでください。違うの選び抜かれたエロの中でもエロを求めてる度数が一番強い方なんですよこの方々。あの渋谷区営業のですね加藤さんはで37歳パンティ鑑定士の方。こういう仕事ってのはあるんだ。あります1級2級3級ですか。そうですね。いいパンティ悪いパンティ。そうですね。もちろん中古パンティの鑑定ですけど、ね。それで市場に根をつけて流すわけです。一時あのこの暴騰しましたからね。いい加減なパンツでも中古として流されましたから。ああそうなんですか。いわゆる60歳ぐらいのおばさんが入ったやつでも女子高生が入ったとか言って。うわ。もうバブル弾けてしまう。バブル弾けてそういうのもやっぱきちっと厚生省がやるじゃないですか。省庁管理してる。じゃあこの方国家資格持ってらっしゃる方。もちろんですね。あ誰加藤さん。加藤さんですね。ああ。加藤さん、業界でも有名な人です。あ、そうですか。37歳の人です。あ、有名この人。この人はいい仕事しますよ。あ、そうですか。いい仕事。この方でも単純にこう以前のような風俗上クイズをぜひやってほしいと。加藤さんね。エロのないタモリは、このラジオとしてふさわしくないんじゃないかぐらいのことになってますね。パンテ監督だね。あとこう非常に気になる情報が桜市、千葉県の、千葉さんからですけども、40歳の方。タモリさん、エロ漫画等は地球温暖化のため水没したらしいですよ。あっ。あってるんだ。どっかで言ってました。そういう情報。そんなに低かったんだよ。海抜何メートルぐらいだったんでしょうね。水没しちゃうぐらいの温暖化で。確か今あのね、あの島国は今も問題してますよね。らしいですよね。このままで行くともう何十年間に国土なくなっちゃうっていうことで。エロ漫画とはなくなった。もうすでに水没してしまったという情報が入ってる。エロ漫画水没。ええ。エロ漫画水没。はあ、まあこういう情報来ておりますけども、だから本当にですね、もうエロの王道を突き進んでいこうということで。うん、この女性から来たんやね、エロを求め。女性から。意外とね、女性がね、あのこういうラジオを聞いてる人疎いんですよ、このラジオの。あリスナーの方は女性はね。あそうですか、うん、そうですか、うん、だからもうお勉強になるとあいうような声も聞かでもこの間聞きましたよって
子供の学校のお母さんに言われましたけど、え恥ずかしいですね。それ言っちゃうよな、結構俺だって偽名でやるって言われちゃいましたよ。タモリと本名じゃない、違う芸名だったのね。困りました、タモリ徹でやってんだよ。聞きましたって言われた、言われました。あこれ恥ずかしい、これ恥ずかしいね。意味深に笑顔を浮かべて、うん、ちょっとエッチな番組ねだってガーンとか思って、もうこれはもう PTA でもうエロどうってどうしよう、エロ漫画どこじゃん、エロどう水没エロどう、なんで水没しなきゃいけないんですか。エロ穴水没、エロ穴水没になっちゃうのね。私はエロ穴ですか。どうでございます、エロ穴、エロ穴。いや本名は明かしてないはずなんですが、分かってしまって、ちょっと待ってください、もう雑談してるうちもう6分も経ってしまいました。このコーナーちょっと本題に入っていきましょう。あらららら、先週のフェチから、1週間今週はですねフェチの上級編、女装の革新に迫っていこう。なるほど、ここは俺まだね、うん、手出してないんだよ。女装ですか、うん、まあ、仕事だけだけどね。でも田村さんもね以前言ってらっしゃいました、亀戸に本店があります、女装サロンエリザベス会館。おエリザベス会館神田にあるんだ。あれ神田本店じゃないの、なんか亀戸本店らしいですね。1階が、まあ、タモリさんご存知の女装物の洋服とか化粧品、そうそう、2階がメイクルーム、憩いの広場、写真館、開業して22年と、そんなになるんだ、エリザベス会館、新宿、日暮里、名古屋、大阪、広げたね、最後じゃないもん、全国に5店舗も展開してると。エリザベス会館かユニクロかって言われてるのは急成長急成長を遂げている業界最大手でございますね、会員が延べ1万人全国で、20代から60代まで、未成年は禁止ですが1万人の方、中心は30代から40代の会員の方ということでね、うん、まあ、やっぱこれ会社でのストレス解消の意味も40代以上の方あるみたいですね、もっと深い意味での女装を楽しんでるということで、うん、ロッカーがタモリさんご存知かもしれませんが大中小の3種類、まあ、一式買ってる方は大、うん、まあ、キャリア長い方は大概台を使っていると、うん、下着なんかちょっと化粧道具だけの方はショーのロッカー使っていると、うん、専属スタッフによるメイクアップと、うん、レンタル衣装も芸者振り袖あんみつ姫ウェディングドレスセーラームーンのコスプレまで種類も豊富ということですね、うん、憩いの広場があってそこに皆さん女装してたまって上がるんですね、うん、それでまあ、お話ししたりする、うん、写真撮ったり、まあ、一応その中から出ないってことになってるみたいなんですけど、で俺でもそれ見たら団体で旅行してた時に写真あった。 あのね、あの会員になるとですね月に1回お花見とか納涼の船とか、朝顔市とか朝顔市に繰り出してるんですって、エリザベス会館の皆さんで繰り出すんですって、朝顔市毎年助走して、クリスマスパーティーもあるし、浴衣ですかねやっぱね、朝顔市の時はね、あとミスコンも、ミスコン、これは赤プリクラス の、 あの超高級ホテルで年に1回やってるとへいうことらしい、ね、全国から来る名古屋、全国から来るんでしょ、多分ね名古屋代表とかあるんでしょうね、すごいね、お客さんが入店するときはお帰りなさいと、帰るときは行ってらっしゃいというのがこう決まりらしいんですよね、この、まあ、逆に帰ってくるっていうね、ことみたいですね、で昔はですね先輩の会員から後輩の会員へ歩き方や言葉遣いの説教があったという、もうこれ女子校と同じですね、呼び出したりとかして、ちょっとどうなってんのその歩き方とか言葉遣いおかしいんじゃないのみたいな先輩から後輩の指導があったり、女子トイレしかないんだよね、あそうなんですか、いや知らない申し訳ない、申し訳ないですね、すごいのはですねこのエリザベスからこう会員専門のこの開放というか、まあ、3000円はするんですけども、隔月間でもこれ126号でしたっけ、もうそれぐらい出てるわけですよ、アマチュア女装プロはいるのか、プロはどういう人を言うんだろうアマチュア女装とプロは、まあお金とってるんじゃないぞっていうこともあるんじゃないですかね、それで女装してお店に出たりなんかそんなじゃないぞってことなんでしょうね、アマチュア女装アマチュアリズムだこれ、これすごいのっけのグラビアからもうねとんでもない展開になっておりましたね、女装人生が変わる化粧品、これ女装して縛られる、複雑だね、そうなんですよ、女装して縛られるってのもあるんだ、こんなお前女子高校生いないだろこれお前本邪魔かじゃない静香さんクラスのねこんなお前ルーズソックスが入ってるのいないぞこれ
赤塚不二夫みたいな。いや中には本当に綺麗な人いるんだよね。そうですね、東西対抗女装歌合戦、月1回のこうイベントの中の1回ですね。そうなんだ、比較的綺麗な人出てくるけどね。そうですね、まあ、こんな感じですね。あの初心者の方も、まあ、いわゆる交際相手を募集できるページがあるわけなんですけども楽しんでいらっしゃる。あ、その今タモリさん見てらっしゃるページの方、それはですね、40歳代で女装歴半年の方、常に下着が見えるようなポーズを心がけてらっしゃるらしいですね。だって誰と付き合いたいんだよ。てかもうその写真も乳首見えてますからね、もう下着ってよりも誰と付き合いたいんだこれ。分かんないですね。すごい。すごい。68歳元大学教授。あ、その方はですね、この人綺麗だね。女装歴10年。ほう。写真集。あ、これ写真集出してるんですね。そうですそうです。教授68歳。白髪の老紳士が、ね、ウルトラ美人。高いな。いや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 。これもちゃんとエリザベス新宿からこう絶賛発売中と。68歳。テイクミーハイヤー。何言ってんだよ。何言ってんだこれ。そうですね、まあでも本当ね、こういう交際募集のページ面白いのはですね、やっぱ小ギャルメイクしてるね18歳の、男性もいたりなんかするわけで、やっぱこういう流行りすたりがあるんですね。こういうガンギャルメイクをしてる、それはいいけど水着で映んなよな、これセパレートで。水着で映んなよセパレートでは。明らかに男って分かんない。股間がね、やっぱり股間が、あ、これなんだ、これあのいわゆるガンギャルメイクですね。うわっ、すげえ、ね、これはすげえな。ほう、10年前、まあ、8歳の頃にクリスマスパーティーで、まあ無理やり女装をねやってみろなんて言われてやらされた時にビーンときたと、うん、いうことみたいですね。やっぱ先天性のもあるんだろうな。あとさっき縛られてるってありましたけどもね、やっぱりあの女装して男の人に侵されてみたいと思ってる方もいらっしゃるわけですね。ずいぶん入り組んでくるんだね、こうなるとな。またこんなのがまたまたこれあれだよ。なんで怒ってるんですか。なんでセパレートだよ。セパレートだよ。何の空港じゃないかこれ。ちょっと海辺でポーズ取ってらっしゃいますけどもね、サングラス頭にしちゃって。でも嬉しそうですね、皆さん。やっぱ視線を浴びるのがたまらないみたいです ね、 ね、外を出た時は。これ横尾忠則さんじゃないの、これ。セパレートの人。セパレートの人、横尾忠則さんじゃないの。そっくり。そっくりだね。これ横尾さんじゃないの。違いますよ、そんな。そうだよ。違いますよ。白鳥ゆき子と書いた、この人そうだよ。違う。これ横尾さんだろ、これ。これわかんない。これ女装で不良になってる人がいるんだ、高校生で。そう、小ギャルだけじゃなくていろんなパターンがあるんですよ。女子プロレスラーの格好してる人もいますし。面白いな。うん、これなんかつい見入っちゃいますね。大きな人もいるんだ。もちろんいますね。でも逆に綺麗な人が表紙になれるかってそうでもないっていうね、うん、複雑なんですよ、この雑誌は。これ本書なんか、あら本当だ、女性って言われてもわからない。わからないですね、本当、ニューハーフの方みたいな感じですけどね。あれまた見つけちゃいました。どうさん、嘘。どうなりました。嘘嘘。あー、びっくりした。あー、すごい。あれ、見つけるな。この人って、この人すごいな、この人。どうしたんですか。この人、三國連太郎さんでしょ。この人は。三國連太郎さんでしょ。仙台へ行ってきましたって書いてありますけどね。三國さん似てますけどもね。カバーの人も乗ってんだね。乗ってますね、表紙の方なんつって。表紙の方も男性なんですか。もちろんですよ。もちろんそうですよ。カバーがある。そうなんですか。この人、男性ですよ。ちょっとヤーラちゃんにの。わ、うん、かんないですね。何にも整形してない乳首をなんで出したかな。
ていうかもうこれ飲み屋のトークになってますよこれ。面白い。面白いですね。いやで今回ですねビデオも探したんですけど、うん、あのさっきねちょっと話出たみたいに女装した男同士がお互いにこうオナニーを見せ合いっこしたりとかもう複雑なんですよなんか。はあ、もうねもうこう裏返ってね裏返って、もう、まあ、女装したどっちが分かんない何が快感だか分かんなくなってる自分がどっちの側に立ってるのかそう女装同士でエッチしたりとかいろいろ複雑になってきてちょっと今回ビデオはっていうことでねまあということで今週は女装に迫ってました。以上東京裏筋マップのコーナーでした。彼女に花を贈りたいんですけどどんなのがいいかよく分かんなくて。お花のこと、いろいろご相談ください。私たち花キューピッドは、あなたの気持ちも一緒にお届けしたいのです。ウィンターギフトには、ぜひお花を。花キューピッド。日本放送ラジオショッピングフェスティバルウルトラバーゲン2000。12月8日から10日まで、品川プリンスホテル新館宴会場。奥様必見、ダイヤプチペンダント、婦人コート、羽毛布団が。お父さんにはカシミヤセーター、一流ゴルフパターが、それぞれ限定数で5000円など。ご来場の方は、日本放送オリジナルグッズが当たる抽選会もできるよ。5つの赤い風船コンサート2000。西岡隆、青木真理子、中川勇と武田由美子による5つの赤い風船再結成。11月28日練馬文化センター。お問い合わせは 03-3204-9933。 東京ローホンまで。国内外の最新科学機器を一堂に集めた総合展示会、全日本科学機器展。11月28日から12月1日までの4日間、有明東京ビッグサイトで開催。詳しくは www.jij.co.jp 日本工業新聞社ホームページをご覧ください。大人の演出でリードするタモリの週刊ダイナマイク。先週から始まりました路上教習も結構評判良かったようですね。たとえアナウンサーになれなくても、あとは総口さんが嫌じゃなければ一生面倒を見てくれるそうですから安心してください。森田アナウンサーアカデミーです。森田アナウンサーからあれこちらでしょうか私見学者の森田と申します。あの釣りの堂ひろ子です。よろしくお願いします。まあ皆さん大変ですね。この月謝高いんですってね。後払いですけどね。ね、総司令官ちょっと待ってください。もうほんのちょっと2人とも気持ちが引け始めてるんじゃないですか。なんか前向きにお願いしますよ。気持ちも腰も引けてる。なんで引けるんですか。よければこの頃から抜けたい。なんで責任がありそうだ。いや責任があること大好きだからこれ。確かに毎週人事部の人が聞き来るんですよ。どうなってるんだみたいな感じで進行状況はみたいな。あ、今も多分聞いてると思います。あの総務とかで裏筋マップ。女装趣味じゃないんですよ。違うんですよ。こちらも女装趣味。違う違う、本物です。違いますよ。本物ですって言い方もいいんですけど、本物でございます。女子大生やらかんねえぞ。いや女子大生いっぱい乗ってたもんな。18歳とかいましたからね。違います。正真正銘のアナウンサー志望の、女子大生2人ともまた今日来ました。まあ、今週もですね路上教習ということで、まずはあの突撃レポートの前にですね、生徒さん自己紹介からお願いしたいと思います。まずはお願いします。はい、熱海学園女子大学、2年の先々週出させていただきました。ね、はい、ナースの格好をしていたライチャーギです。よろしくお願いします。まあ、やっぱそうだ、ナースだ。いやいや、それコスチュームでなんかあ、神社でエッチした。親戚聞いてないですから、お願いします。エッチはしてない。してないです、ね。あ、エッチはしてない。エッチしてない。キスしたの。軽くね、はい。あ、したは。いやいや。髪切ったって。あ、なるほど。ナースの千秋ちゃん。そしてもう一人が、はい。はい。先週も出させていただきました。
18歳の大学1年生の佐々木彩香です。なんか親戚とか友達とかがいっぱい聞いて、でなんか話し方が遅いって言われて、ちょっと頑張ってみようと思います。いいですよ。昔この方すごい遅かったんですか？すごく遅かったです。そうなんですか？どうなんですか？今も遅いですけど、ノロノロってよく言われました。本当ですか？心強いです。目立つです。心強いって言われて、みんな早いからね。みんな英語早いから早いんですね。じゃあ美味しいですね。そう、美味しいっていう感じ。僕はどっちかって言って FM も来てられたんだから。あれ根っからの AM 人じゃないんですか？いやいや、根っからの FM だよね。曲紹介とかもこう英語でバーッと英語でバーッと言われて、あれとかでピシャッと割るってやつ。話題もね、もう西アダムの話題したいな。北千住とか亀戸じゃないですか？いやいやいや、エリザベス会館ガヤン。ちょっとそんな話題しないんで。あ、そうですね。でも女装についてですね、あのもうちょっと掘り下げてみようということで、今週路上教唱、路上教唱、はい、教唱、教唱、俺がアナウンサーなんでしょうか。これでもアナウンサーです。路上教唱2人やってきましたんで、はい、突撃レポートのお願いしたいんですけども、はい、はい、新橋のサラリーマンにガチンコインタビューを行ってきました。はい、お聞き苦しい点もあると思いますが、何分素人ですので多めに見てやってください。それではテープ、はい、スタート。はじめまして、あの日本放送の番組のタモリの週刊ダイナマイクっていうんですけれど、はい、少々時間いただけますか？すいません。インタビューに答えてほしいんですけど、はい、いいですか？はい、はい、ありがとうございます。じゃあまずお名前とお年答えていただけますか？サトシです。27歳です。27歳、サトシさん。はい、はい、いいですね。じゃあ、はい、ぶっちゃけ女性、あ、女装願望はありますか？いや、全然ないですよね。全然ですか？はい、ちょっと、どうですよ、だって。本当ですか？ちょっと、いや、それ誘ってます。いや、もし女装するとしたら、どんな女性タレントになってみたいですか？まあ、遊んではっちゃけるぐらいだったら、やっぱりその叶姉妹とか、あんな感じで遊びたいなっていう感じはするけど、あとはもうちょっと思いつかないかな。わかりました、貴重な体験。はい、どうもすみません。貴重でもなんでもない。全然貴重なご意見だよ。まあ、ありきたりなご意見。でも女装願望って ないんですか？やっぱサラリーマンの子だと。ないって、でもみんな言いますけど、多分ありますよ。すごい、ちょっと女装雑誌見せた時すごい興味津々に見てます。長く見るんですよ、みんな。あ、そう、へ、これいいねとか言って、見てます。あ、いいね、いいねって言ってましたね。絶対興味あると思います、あの目は。あの目は。え、カノー姉妹。はい、カノー姉妹なってみたいと言ってましたよね。言ってましたね。他にどんな方がいたんですか？そうですね、他にこの後も出てくるんですけど、結構60代のね、おじさんとかも結構多いんじゃないとか言ってて、じゃあ年配の方のやつもちょっと。あ、はい、わかりました。20代30代のサラリーマンの方は女装願望を否定しながらも興味がありそうな人が多かったようです。はい、年配のサラリーマンの方にもインタビューしてきましたので、ちょっとじゃあ聞いてください。じゃあテープスタート。はじめまして、日本放送の番組タモリの週刊ダイナマイトですけど、こんにちは。はい、少しお時間いただけますか？はい、はい、いいですよ。はい、ありがとうございます。ちょっとだけ答えてほしいんですけど、はい、よろしいでしょうか？はい、じゃあまずは、年齢とあとお名前の方お願いします。62歳はい、鈴木です。鈴木さん、はい、ありがとうございます。いきなりですけど、ぶっちゃけ女装願望ってありますか？ありません。ないです。全然ですか？はい、意外と似合うかも。似合いそうですよね。ないです。今最近ですね、女装、はい、女装雑誌っていうのが出てるんですよ。すごいんですよ、ほら、可愛い、こうって見てください。みっともないね。女装するとしたら、どんな女性タレントになってみたいですか？山口美穂さん。山口、山口美穂さん。山口美穂さん。あ、この女装してる女性ですね。はいはい、はい、はい、わかりました。何が分かったんですか？今度聞いて。もう分かっちゃダメだよ。意外に年配の方も若者と一緒で、女装願望を否定しながらすごく興味はあったようです。そうですね、今の人でも。今の人なかったみたいな。酔っ払ってる、なんだ おさんっていう感じが。いや、でも、女装雑誌に釘付けでしたよね。で
もなってみたい方っていうとすぐ皆さん声ね、パッて名前が出るっていうのはすごいですよね。それ憧れてる人じゃないの。何ですか。昔バーで全員にお化粧したことあったの、知らない人も。へー。結局は嫌がったやつはいなかったっていう。あ、やっぱそうなんですか、うん、部下に説教してたら専務までもだんだんとその気になってたいう。結局女装した後は小指立てて水割り飲んでたもん、ね、でも変身願望ってありますもんね、みんな女性でも男性でも。なんかね、女装した方が楽になんじゃないかと思ってんじゃないの、男の心のどっかで。ああ、女性になってみたい。女性になると楽になるんじゃないかと思ってるのがあるよ、根本的に。あ、そうかもしれないですね。そう、肩書きなくなるとかそんなんじゃなく、え、肩書きがなくなるとか。だから男っつうのはいつもなんか逆に言うと不自然な演技してんじゃないの。ああ、女の子って自然に生きてるっていうのは、まあ、本当にこう、そう本能的に思ってんじゃないの。あ、だから女装することによって自分もこう自然にこう楽になるんじゃないかというような願望があると思うよ。ああ、そうかもしれないですね。タモリさんはそんな願望は。私はね、その変態はないんですけどね、はい、あの職業上もうそれはさまざまなバニーガールからも白鳥の湖5回もういろんなことやる。そうでしたよね。だからちょっとやったんで初めのうちは楽しかったんですけどね。ああ、やっぱ楽しい。女装が楽しい、もうだんだんと嫌になってきて、もう台本見てまた女装みたいな。まあ一種贅沢病ですか。そうですね。お仕事でできるんですもんね。そうですかね。その人たちはもうそれは無理すぎしょうがないじゃない、うん、人生生まれて初めて女になったっていう感じでしょうからね、うん、もうね、うん、もうまたか、うん、またかっていう。だから女装は職業病で何の魅力も感じませんね。はあ。なんか感じないとも言い切れないかもしれないね。あ、そうですか。今んとかこうないね。うーん、初め楽しかったってことはあったんじゃない、最初は。そうでしょうね。あったんだよね。スカート履くとやっぱなんかこの辺が非常にこう不安な感じになる。スカート履いて初めて思ったことは、なんで女の子はこんな無防備なやつが歩けるんですかね。こう手入れられたらお宝すぐそこにあるわけですよ。不安じゃないなって思ったよ。よく不安。そうですよね、ガードされてない。ガードされてない。向こう手入れられたらすぐそこにあるわけですよ。女ってのは大胆だなと思ったね。スカート履いて街歩けると俺たち怖くて歩けない。そうですか。なんか履いてないとね。ミニスカートなんかじゃ持ってのほか。持ってのほか。なんであんなの履くんだろう、あれは。はあ、無防備だよ。もう覗かれて当然だよね。はあ。でも女性の画家とミニスカートはやっぱりちょっと見えても仕方ないかなぐらいの短さの時あるでしょ。見えてもはダメ。え、何が見えても。ミニスカートとか履く時っていうのは女性側の気持ちっていうのはダメですよ。でパンツも見えそうな時ありますよね。でもね、みんな隠して。でも見えないと思って履くんですよね。そう、うん、絶対見えないはずと思って。無防備だぞ、あれは。だってもう何センチ何センチ先がお宝なんだから、ね、そうですよね。そうでしょ。もうミニスカート入ってて見せていいのかなと思うと、なんかね、階段登る時に後ろにカバンをこんな置いたりとか、どっちなんだっていう。俺たちはブリーフのようにミニスカート履いて歩けたら歩けないよ。歩けないですよ、恥ずかしくてね。でも小さい時からスカートを履き慣れてますから、そういう気持ちはないですよね。男性だからそういうふうに思われるんであって、小さい時はいつもミニスカートですもんね。そりゃまあそうだよ。あんまりロングで歩くのロングでやっていただけない。見たことないな。そういうタモリさんは女装経験とかあるんですか。だから女装経験原稿通りにしてみたらまた戻っちゃったんですけど。ありますね。聞いてもらわないじゃあ、その中で一番なんか気に入ったやつ、あ、気に入った女装。あのね、意外と気に入るの、意外と気に入るのが、俺ら花なしの枠やったからかな、意外と気に入るのが普通の女装だよね。あ、うん、とか。だから大体ほら仕事で女装って花出しのやるじゃない、バニーガール。あー、バニーガールはもう二度と嫌だね。まずここの
釣り糸が、肩の釣り糸がすごい痛い。食い込んで痛いんですね。休憩時間いつもティッシュをこう、持ってなきゃいけない。長いですもんね。網タイツが、網タイツって、ハイヒールの中でこう、足に絡んで、網タイツがあって、バニーガーが嫌、もう二度と。バレリーナは？バレリーナダメ、おしくもうんこもできない。そうなんですか。レオタード履くから。まあ一番ちょっといいなと思うのはやっぱ普通のオイルじゃないの。そうですね、普通にスカート履いて上にそうなんか制服みたいに着てるのが一番いいと思うよ。じゃあ21世紀に向けて挑戦してみたい女装はありますか。考えちゃった。本当に考えちゃう。クレオパトラとかないですか。それまたコントじゃないですか。バラエティの。あるとしたらあれだな、あのテカテカのビニールで作ったようなスカート。赤くて光ってビニール。あのあれじゃないですか、女王様が着るような。女王様着るな。あれちょっと履いてみたいなと思うね。そうですか。でもあれも網タイツじゃないですか。網タイツだからな、今年また網タイツが流行ってるんじゃないですか。流行ってるよね。あれ見るたんびに痛くないかな。痛くないかな。網タイツであのね、あのブーツですからね、痛そうなんだよね。痛いですよきっと。痛い。でも取った時網の目がついてるからね。ついてる。そうなんですか。ついてますよね。ハムになってる気になりますよね。なんかまあ今の流行ってる網タイツはあれはね、本当の網タイツじゃないからね、痛くないんだろうと思う。あ、網の目がなんか今のやつって違うんですか。もっと柔らかい、柔らかいんですか。我々が履くやつは本当に硬い。我々がってプロフェッショナル女装。さっきのアマチュアじゃなくて、アマチュア女装と違う。プロフェッショナル女装の場合はもう本当にガチガチなんだ。ガチンコですか。ガチンコですか。痛いんだよ。掃除のおばさんとか似合いそうですけど、地味めでどうですか。でも普通ですよね。普通です。喜びがなさそう。喜びがない女性になったね。おばさんにはなりたくないでしょ。少しでも若い子になりたい。おばさんにはなりたくない。あらまーって言いたい。喋り方もね。ねえ、エリザベス海外、ちょっとあんたさ。おわ、泣いたもんね。なるほど。はい、わかりました。わかったんだ。わかったんですね。ということで、突撃レポートありがとうございました。はい、また来週もよろしくお願いいたします。はい、さあ全国の女子アナ志望の皆さん、まだまだ受け付けております。とりあえずちょっと心配になってきました。私でも付き添いですから。募集しているのは将来アナウンサーを目指している女子大生の方です。学年は問いません。女子大生だけです。男性はダメです。プロフィールに写真を添えてご応募ください。女装もダメです。宛先は郵便番号 137-8686 日本放送タモリの週刊ダイナマイク森田アナウンスアカデミー事務局までです。どしどしお申し込みください。目指せ明日の金高香織さん。フジテレビが送るシリーズドキュメンタリー小さな留学生に続く第2弾、今夜放送。中国から偶然同じ飛行機に乗って日本にやってきた男女2人の日本での日々を追ったドキュメンタリー、若者たち。今夜9時フジテレビで放送です。日本放送主催柳葉敏郎コンサートツアー A2000 11月29日ハーモニーホールザマ。お問い合わせは 046-255-1100 046-255-1100 ハーモニーホールザマまで。殴る、蹴る、関節を決める。レスリングじゃない、柔道じゃない、プロレスでもない。女の、女による、女のためだけじゃなく男もフィーバー。女子総合格闘技リミックスワールドカップ2000、12月5日日本武道館。お問い合わせは東京 03-3263-6878 リミックス実行委員会まで。サラブライトマン来日公演決定。サラブライトマンインコンサート2001ラルーナ。
2月7日8日 NHK ホール。お問い合わせは 03-3201-8116 3201-8116 東京音響まで。がね、ジャストナウ特上、はい、疲れた心にスーッと入り込んでる憎いあいつはジャストナウ今年から特上ということで集まったちびっ子たちの舌鼓を打って売ってましたはい、そんな美味しいんです。舌鼓っていう、はい、舌鼓ですね。舌鼓、はい、でも舌鼓ってテレビとかでも言ってらっしゃいますよね、うん、どっちがですね、正しくは舌鼓ですね。あ、やっぱ正しくは舌鼓なんだ、はい、だからってなるんですよ。あれ鼓のようだっつんで、うん、ああ音が下の鼓、はい、下鼓、はい、うん、下鼓とよく言う、ね、言いますね。赤鼓、いや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 、字が違う。あれもね、だんだんとあのそう、間違った方が多ければそうなっちゃうんだよね。そうなんですよね。多分下鼓っていうと、違う違う、下鼓だよって言われちゃいそうですもんね、なんかね、うん、そうそう、逆に、うん、訂正されそうな。我々の頃はあの入る水の自殺って書いて、ああ、これなんと、え、受水でしょ、入水って書いちゃう、バズバズだった、バズでしたね、はいはい、最近の試験では入水でも OK になってる。え、あ、そうなんだよ。ですか、変わってんだよ、だから、はあ、どんどん変わってくる。間違いが多くてそっち使われだしたらそっちの方も OK になっちゃうんだよね。うん、言葉はね、変わっていくもんですからね。だから俺、ほら、あ、カダラがきついって言ったら、もうその何年か経ったらカダラも多くなんじゃないね。体はカダラでもよしってことになっちゃう。ずいぶん変わってんだよ、あれ、本当に。気がつかないうちに、言葉に。ね、それでも OK。おかしいな。あれ、近いという字のこっちが何でもいいけど、ニョロってしてもなんていうの、こういうニョロっていう。新尿。侵入、どっちかな、侵入、あれ、これ侵入、俺は侵入ってのがあったんだよね。そうそうそう、じゃあ俺間違ってるかもしれない。いつの間にかね、侵入になったんです。いつの間にか侵入になった。俺侵入だと思ってました。確か侵入って侵入だよね、なんとかで侵入って書くんだけど、あ、宣伝戦後で闇市が多分この間に横たわってるんですよ、このテーブルの中。違う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 違いますか。違う違う違う、闇市はない。あ、ないですか。侵入じゃないんですね。侵入ってあの俺たち習ったんだけども、まあ、うん、新しいもそうだよね。本当は新しいだから。そうなんですよ、ね、本当はね、だあれ一時では新た、新たにっていうんだ、あ、そうですね、あれが C ついたら新たにと言わないですよ、ね、新たしいなんだ本当は、うん、でも新しい、それが俺がカダラカダラって言ってたら、みんなが、あ、そっちの方がいいなって思って、誰かが本当はいや新たしいって言ったら新しいって、お前おかしいよって、でもそっちの方が言いやすいよなって新しいになった。今新しいって言うと間違ってる間違ってるって言われるんですよね。本当は、まあ、新しいが、うん、一時新ただもんね。ああ、そうですね、2がついて新たにだと、あ、新にじゃない、あ、新にって言わないもん、ね、この度新に法律をって言わないもんね。変わってきてるんだよ。気がついたらいつの間にか新尿って言ってるからさ。新尿ですよね。新尿、なんだ、あんなものがなんで変わるんだろうな、侵入。普段使わない言葉ですよ。誰かが間違えたんじゃないんですかね。タモリさんみたいな。うん、だから俺、ずっとわざとカダラ、カダラって間違えてんだけど、いつかそうならないかと思って。カダラ、いつかなるのかな。でも、流行らないとこれが残っていかないんだよね。うん、だから新しいことだってものすごく生まれてるけども、大多数が、お店じゃねえかと思って採用するのは100人1もないってことだよね、うん、流行り言葉で。そうですね、だから半疑問系だってもうあれはもう国民的に否決されたんだよね。そうそうそう、もう使ってる人あんまりいないですね。おばさんが使ってるよね、まだおばさんが、おばさんが子供の影響で使って、もう子供は使わないよね、まだ自分がさ、インタビューとかでね、うん、政治に不信とか , 笑い声だけがババじゃない
逆に今年代上の方の人にだけ残っちゃってる、ね、日本系で喋るって、まあ、あれはもう国民的に残らないって否決されたんだけど、うん、もこれ明治時代らしいね。新しい明治ぐらいからこれ国民的に採用されたんだよ。だから入る言葉ももう随分否決されたほとんど残ってないでしょ、うん、MG5 とか全然残ってないよね。MG5 マジで切れるなんか、あ、5秒前とかなんか、あ、MK5 だ、MG5 は制圧量ですかね、制圧量、あ、マジで切れる5秒前ありましたね、うん、そういうのね、うん、うん、でもマジはもう完全になんか世の中的に若者、うん、マジで、ね、マジマジっすか今最近、うん、マジっすかなってるもんね。マジっすかで言いますね。ちょっと嘘っぽい話するとマジっすかって必ず、え、マジっすか目上の人だよね。そう、うん、あれ友達だとマジとか言うの、うん、マジでございますかとは言わないですよね。それはマジでございますか。あれなんでタメ口なんでしょうね。マジスカはどんな上の人にも使えますよね。社長には使うかね。マジでいらっしゃいますか。社長マジでいらっしゃいますか。とか言うのかね。どうかな。社長それマジでおっしゃってますとか言うのかね。だんだんでもね、いや言うかもしれないね。変だと思ってなかったら使っちゃいますよね。思ってなかったらね。それ一般的だと思ってたら社長それマジでおっしゃってますよ。そうかもしれないです。これ最近採用された数少ない言葉でしょ。マジぐらい、マジよね。あと頭がピーマンもう誰も言わないしね。頭がピーマン言わないですね。言わない、誰も言わなくなったしね。だから千に一つあるかないか、うん、あ、江戸時代もそうだったらしいですよ。あ、そう、うん、あ、江戸時代に入る言葉残ったやつあるんだよね。なんだっけな、あ、ケンボホロロっつのそうだ、入る言葉だね。そうなんですか。ケンボ、あれもともとはね、ケンケンホロロというキジの鳴き声から来たらしいんだけどね。あ、そうなんですか。それがなんかケンボホロロというのを誰か使ってそれ採用されたらしいんだよ。なんで残ってんだ、剣もほろろとか言う、うん、お釈迦になったっていうのがありますね。そうなんだよ。あ、そうなんですか、ね、車がボーンってぶつかっても、うん、車が、あ、お釈迦になっちゃったつの、あれなんか死んで男さんになったみたいな思うだろ、うん、そうじゃないらしいんで、あれな、あの夜勤業者っていうかな、あの鉄を、あ、はいはい、鉄を溶かしたりなんかする、火を使うところか、その火加減が難しくて、うん、あの失敗、まあ、強すぎる方が失敗が多かったな、うん、で、あ、これ失敗しちゃった、もうダメだっつうのは原因が火が強かった、うん、で4月8日お釈迦様の誕生日ということからお釈迦になっちゃったっていうことです。4月8日、うん、4月8日っつうの、でその業者がそういうふうに使ってたのがこう広まってなったらしいんですよ。あれ、あれ終わっちゃった。もうちょっと終わりました。お便りも読んでなかったね。そうですね。終わりなんですか、これ。終わりなんですか。流れたら終わること。あららら、申し訳ありません。じゃあまた。せっかくお便りいただいたんですよ。ねえ、また後日改めてということで、皆さんのおはがき募集しております。日頃から気になっていることや、なんか聞いてもよくわからないこと、タモリさんがどんな質問にも答えます。採用の方には東京ディズニーランドのチケットペアでプレゼントいたします。宛先は郵便番号 137-8686、 日本放送タモリの週刊ダイナマイク、ジャストナウ特上の係までです。さて続いては、あなたの素敵な思い出を我々みんなで共有しようという20世紀のリクエスト、はい、美しい音楽の前では誰もが子供だと言ったのは川上音次郎だったっけ。そうですか。まあいいんですが、今週のリクエスト早速いってみましょう、はい、神奈川県横須賀市の宇都宮純子さん、32歳主婦の方、私は初代伊藤青年隊で野々村真、久保田敦、羽賀健二を見た時からずっと羽賀健二さんの大ファンでした、う
阿賀さんはこれまで数々の名言を20世紀に残してきましたが、その名言と一緒に21世紀に持っていきたい曲があります。リクエストはそんな阿賀健二さんでネバーエンディングストーリーお願いします。これ聞いたことないだろ。 俺聞いたことあるんだよ。 ありますか、はい、ネバー映画ですよね。映画ネバーエンディングストーリ ー、あジャケットがここに来てますけど、あの映画は見ましたけど阿賀健二さんが歌いになってるとは知りませんでした。いやこれカバーしてるんですよ。で映画の中に流れたわけじゃないんですよね。流れてません、あれあのリマール、ああそうですね、あれはあのグーグーオマールって言った人がいるカニは歌わねえわエビも歌わねえわっていうネバーエンディングストーリー、これ面白いことにね、あれもあるんですよ。スターウォーズのテーマを歌にした日本人がいるんですよ。そうなんですか。歌詞つけもイントロとこから歌詞つけたよね。これもお聞かせしたいですけどね。歌うまいんですよ。バカね、うまいんですよこれは。それぐらいですか。いいとも青年隊の時代にお出しになったんですか。いや多分ね、俺が知ってるってことはその時代じゃねえか。これ何年になってんの。映画自体も結構前ですよ ね、古いですよね。昭和60年、あってことはもうね、そうですね、それぐらいか。あ俺これあの覚えてるの、母が歌ってるの。え生でお聞きになってらっしゃるんですか。いや生じゃ聞かないけど出しましたっつって、って聞いたことありますか。へえ、これ出てきました。ファルコンってやつでしょ、はい、あれそっくりなのがフジテレビにいるんだよ石原っつうんだけど見てみなんかドラゴンみたいなやつですよね。鼻で描いてるね。犬がこそっとあれ乗ってんだ、あの犬そっくり。見たい石原本当に似てる。似てるよ。本当にすぐそこだからうるちょろしてると石原さんうるちょろしてると本当に犬みたいです。ということでちょっと聞いてみましょうか。阿賀健二でネバーエンディングストーリー。
か全然こう童話の話というより悪の歌になってますよ、うん、黒いマシンでみたいな。これはね、まだデビューして何年も経ってない頃だったと思うんですが、すでに自分の人生を歌ってますよ、この中で。ああ、そうですか。俺も転がって生きてきたから転がりがいつか暗いものを見すぎながら照れた男のジグザグを分かってくれ、ああお前がネバーエンディングストーリーおめえじゃねえかっていうジグザグジグザグにジグザグで、まあ、ネバーエンディングストーリー本当に予感があったんですね。いや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 、ナポレオンが書いてますけど、ちっちゃい時から地図の片隅に出てきたあのセントエレナ島が頭の中にずっと残ってた、なんだろうこの島だと思ったら結局そこに流されるはずだ、うん、ジグザグに、ジグザグですよこれと、ね、あんな桜マスコ、あんな桜マスコみたいな、そんなにそんなに行ったり来たりしてね、あんな桜マスコですから転がっちゃった、転がっちゃってるわけ、なんか感慨深いものがありますね。感慨深いものがありますね。笑えない歌になってしまいました。笑えない歌。はい。まあこれ残しておきましょう。あ、残しておきますかこれ。持っていっちゃダメ。やっぱりあの教訓として残しておいた方がいいかもしれないですね。さて皆さんも、まあ、いろんな意味で残しておきたいという曲がありましたらリクエスト募集しております。21世紀に残したい名曲に思い出のエピソードを添えてリクエストなさってください。採用の方にはあのワンガン T シャツをお送りします。宛先は郵便番号 137-8686 日本放送タモリの週刊ダイナマイク20世紀のリクエストの係。 E メールのアドレスはtamori@1242.com です。熱っぽいな、風邪かな。次はユンケルロイヤルシリーズ、ユンケルロイヤルシリーズ、ユンケルで一日のスタートを。その手があったか。風邪などの発熱性消耗性疾患時の栄養補給、滋養強壮に生薬配合ユンケルロイヤルシリーズ、お求めは駅売店、コンビニ、スーパーで。ロムサート。あなた、どこに家作り頼みましょうか。それならカトランだよ。カトラン？近所の山田さん、すごく喜んでいただろう。あのうちカトランだったのね。僕たちもカトランの展示場に行ってみよう。カトラン、カトラン、カトランホーム。家作りなら決めた。カトラン、カトラン、カトランホーム。豊かな自然の中で過ごす静かなひととき、深呼吸したくなったら箱根彫刻の森美術館。注目のジャズバイオリニスト寺井直子とスーパーギタリスト夢の共演、プリンセス T with D リトナー横浜公演は12月1日横浜みなとみらいホール。お問い合わせは東京 03-3409-3345 ハーモニージャパンまで。この時間は佐藤製薬がお送りしました。お送りしていますタモリの週刊ダイナマイク。さて続いてはプレゼントのコーナーですが、今週のプレゼントの前にまず先週の当選者の方を発表させてください。先週のプレゼントは全国共通デパート商品券5000円分とユンケルロイヤル C10 本入り1ケースだったんですけれども、まずユンケルロイヤル C10 本入り1ケース当選なさった方は千葉県船橋市の酒井若菜さん、石川県金沢市の田中優子さん、そして富山県富山市の高田武義さん、以上3名の方、他7名合わせて10名の方々です。そして全国共通デパート商品券を当選された方は宮崎県延岡市の宮本彩子さん、山口県下松市の野沢剛さん、新潟県長岡市の本間育子さん、東京都練馬区の亀井美幸さん、兵庫県明石市の宮原清子さん、以上5名の方々です。おめでとうございました。そして今週のプレゼントは正解者の中から5名の方にお子さんのクリスマスのおもちゃからお父さんの冬物の洋服、そしてみんなが大好きなお鍋の食材まで、とにかく何でも欲しいものが買えるという夢のギフト券、全国共通デパート商品券5000円分をプレゼントいたします。さらに10名の方にはユンケルロイヤル C10 本入り1ケースをプレゼントいたします。
このユンケルロイヤルシーは肉体疲労時、風邪などの、ね、発熱性消耗疾患時に栄養補給、滋養強壮に優れた効果を表すんですね。風邪なんかの時にお薬と一緒に、ね、お飲みになると本当によく効きます。味もちょっと甘酸っぱくマイルドで女性にもおすすめなんですね。昨日の疲れがちょっと残っちゃってるとか、なんだか熱っぽいという方はぜひユンケルロイヤルシーをお飲みになってみてくださいね。プレゼントご希望の方には宿題の漢字を書いていただきますので、ではその宿題の漢字をタモリさんから発表していただきましょう。はい、今日は片図、片図、甘酢とかそういうのありますけど、これまたします。片酢、片酢、片酢を飲んで見とか、片酢を飲んで見守る、息を凝らす時に口に出る唾のことを片酢、ね、うん、昔の東北では味噌汁のことを捨て酢って言うそれしょっつるとなんか似てるんですけどね、捨て酢、捨て酢消費、ワンツスタツキヒとかまあ言ってたらしい。それとは違う、片酢です。いや片酢を飲むこちらの方ですね。はい、それほど難しくはないと思います。そうですね、うん、でもちょっと言われてすぐ漢字に直せって言われると書けない、図が書けないかもしれませんね。はい、片酢という字をお書きになってください。プレゼントご希望の方、はがきに片酢とお書きの上、他には住所、氏名、年齢、必ず電話番号も書いて送っていただきたいと思います。おはがきの宛先は郵便番号 137-8686、 日本放送タモリの週刊ダイナマイク、今週のプレゼントの係までです。さて、それではお便りなどね、はい、いただいております。先ほど、はい、言いましたが、女性のファンの方もいらっしゃいますですよ。あ、いました、はい、答え絢爛、合ってますが外れました。ごめんなさい、練馬区の平井和子さん、51歳パートの方。大人向けのラジオ番組が少ない中でダイナミックマイクは拡張が高く、見たか、拡張高い、拡張が高く、エッチやユーモアセンスが抜群、相反するものをこの番組に持ってるということですよ。融合してるんですね。融合してますね、はい、土曜の夜がとても楽しみです。ましてやこの寒さの中、部屋でホットカーペットでぬくぬくしてヘラヘラと笑ってると本当幸せを感じちゃいます。わ、やっぱり女性方もエッチはちょっとね興味があるんですね、いうことでございましょうね。福島県の二本松市の方ですね、鏡芳恵さん41歳、酪農業、はい、ストーリング中の楽しみやっと始まりましたね。やっぱりタモリさんのいやらしい会話や笑いが一番、活字の宿題はちょっと難しいけども、多少硬くなった頭を柔らかくするにはちょうどいい、硬くなって何、硬くなっていいものもあるけどね、何言ってんのいやいや、まあ、うん、私固くの人って最初聞いたのもうビリビリのことまあ、そういう人です。そういう人ですよね。そういう人。新潟市のですね、五十嵐紀子さん、29歳、主婦の方。先々週は番組の最後にお手紙を読んでもらって、とっても嬉しかったです。あ、そうですか。その時もやっぱりおっぱいをあげながら聞いておりました。7時から8時半はなぜか偶然おっぱいタイムになるようです。左のおっぱいを飲んだら、右のおっぱいも飲んでみましょうよと歌いながら楽しく放送を聞いてます。先週はちょっとエッチなマニアの話が面白いでした。これからもおっぱいタイムに面白いおかしい話楽しみにしてます。笑いすぎて赤ちゃんの口からおっぱいが外れることもあります。土曜の夜はテレビよりもダイナマイクの方が面白く、これからも長続けてほしいです。今も12日の方ですね。そうですね、今も12日、おーるおるおるおる何ですか、怪しい、左のおっぱい飲んだらね、右のおっぱい飲んだらね、おっぱいちょちょちょ、おっぱいちょちょちょ、おっぱいちょちょちょ、一本ちゃちゃちゃ、何ですかその、おっぱいの歌です。今度発売します。おっぱい応援の歌ですね。おっぱい応援の歌、おっぱい成人の歌。いやそれ違うじゃないですか。ますね。皆様とお便りお待ちしてます。各コーナーね、ジャストナウ特上はですね、時事用語解説、みっちりあります。はい、20世紀のリクスエースとは思い出の一曲で、季節のお便りは季節のまあお便りと。いうことですね。はい、おはがき、Eメールでも受け付けております。宛先は郵便番号 137-8686、 日本放送タモリの週刊ダイナマイク。 Eメールのアドレスはタモリ@1242.com です。
来週はもう12月ですね。あ、本当だ。あんな方、分かってますか。そろそろ今年の目標も立てないといかんのじゃないか。いや終わっちゃう。まだ早いな、ちょっとな。おととしの私の目標、はい、逆上がりができますように。そうでしたか。七夕に書きましたから。あ、達成されておりません。まだですか。ということで、チャナラってことかな。いい時間だね。ごきげんよう。時間、また来週。